ポコニャキは。お、久しぶりのどこまでマリオチャレンジだな。最近はバトル続きだったもんね。よし、今回こそ90期に復帰するぞ。いつもそう意気込んでるけど、スピランとか必死になりすぎてやられまくってるんだよな。今回はきっと大丈夫だって。そんなことより風が厄介すぎる。体を持ってかれてやられるのだけは避けたいな。おっと、こんなところにあんなツキノコ。これはありがたいわね。もう2アップできないかな。あんまり欲張ると良くないぞ。あ、右に足場があるわね。ふう、怖い怖い。で、行き止まり下の土管かな。その前にちょっと左に。特に何もなさそうだけど。そんじゃ土管に入ろうか。下手くそ。敵地がきついんだって。さあ、裏エリア。ここも変わらず夜の砂漠か。そしてポコニャンの苦手な竜巻。小屋2回ぐらいはやられるか。勝手に決めつけんなし。あ、ナイスフラワーね。下のリフトが気になるんだが。なんだろうね。ではっと。ちょちょ。うへぇ、画面外からのドッスン。ジャンプが遅かったらそのまま落下死してたわね。さあ早く突破しなきゃな。風で落とされないようにしないと。んまあリフトが長いから大丈夫かな。え、この竜巻にガリガリ。風を利用して一気に前へ。お、やるじゃん。ちょっと待った。これはまずいな。早くアイテムを取らなきゃ。お、そこにアイテムがあるか。頼むフラワー以上。お、跳ねてん。これはありがたすぎるね。んだが中間がないから死んだらやり直しだからな。大丈夫。あとは空を飛んでいくだけの簡単なお仕事。ほい。敵にはいらない。ちょ、かわいそうに。あの火器棒に恨みでもあるの？ごめん、そういうわけじゃないって。お、ここを飛び越えられるな。あ、画面端。よし、表エリアだからゴールがある。で、アンナップ狙わないのかよ。ま、とりあえずプラス1だね。さあ今度は夜の空エリアか。結晶が怖いわね。重力が軽いから動きが鈍くなるからね。おっと、足を踏み外した。危ないっつーの。これはクリボンの乗り継ぎかしら。踏み外さないようにしてと。なあ、これってジャンプボタン入力いらないんじゃねえか。確かにそうかも。おっと、これは難しい。でもここもジャンプボタンいらないかも。オッケーオッケー。とりあえず大量の雲ブロックに乗ろうぜ。あ、普通に足場があってよかった。ここもダッシュだけでオッケー。そうね、多分それでコインも全部取れそうだし。オッケー、ダッシュ半自動だから簡単だね。ここもそうだよな。うん、でもこれ失敗したら死んじゃう。よし、ナイスね。さあ、この先は。オーゴールだ。ゴールバーで2アップできるわね。失敗すんなよ。僕を誰だと思って。あたく、絶対失敗すると思ったぜ。しっかりとフラグ回収をしていくスタイル。わざとじゃないんだって。さあ、それより珍しくバネを持ったままゴールだって。へえ、このバネをか。いや、このドッスンを抜けるのむずくない？落下が遅いから大丈夫。おっと、バネを上に投げながら登っていく感じ？オッケーオッケー。てか、バネを横バネに投げれば、弾かれまくって上に運ばれるんじゃない？なるほど。ま、普通に行けたからいっか。さてと、ここは？どこかでオンオフスイッチを切り替えるみたいね。多分上にあると思うが。でもこれ。うん、普通には届かないよね。空中バネじゃんならいけそうだけど。そんな難しいこと求められるのかしら。というかここも横バネに当てれば。なるほど。ほい。おー、届いた。でも、バネはどうするの？うん、僕の予想だと運ばれてくるはず。しばらく待って。おー、来た。これはタイミングで。ほい。あぶねえ、ギリギリ届いた。ここで届かなかったら死んでたか？かもしれないわね。さあ進めなくなってるけど。おお、なんかブランコクレーンがバネを運んでるんだぜ。じゃ、ここで待ってれば開くのかな？おお、開いた。やるち。すげえ、だがこれ、掴めなかったら積んでた？よし、ワンナップキノコはありがたい。もう一個バネがあるけど。上に乗せて飛ぶのかな？よし、届いた。このドッスンがオンオフを切り替える？ってなんか多くね？ちょっと待って、これ大丈夫？すげえ、ピタゴラスイッチみたいだな。逃げるのに必死だけど。え、ちょっとこれは？え、すぐ壊れたわ。危ねえな、ギリギリ。ふう、突破できたか。そしてバネと合流ね。コンベアで運ばれてきたのか。すごいギミックだ。さて、ワンナップキノコからの。じゃあ、フリーアップ。今回はなかなか調子がいいんじゃね。ここまでまだノーミスだもんね。だがしかし今度はスピランなわけだが。まあ一発でクリアしちゃえば問題ないでしょ。それができればな。でもほら、ここでもう半分でしょ？そんなに難しいギミックもなさそうだし。お、うまいこと合流。危ない危ない、死んだかと思ったね。いや、死んでるから。というか久しぶりに見たな、その演出。
ま、プラマイゼロだからいいじゃんか。いやーさっきから運がいいね。わかったから。たく。あと何回あるのよこの演出。ごめんこれで最後だから。コースとしてはさっきよりも難しそうね。パウを投げなきゃだからな。ま、ヒントがあるから結構やりやすいね。さっき失敗してたくせに。あれは脳幹で。で、終わった。あ、そのままゴールだったのか。いやー、あの感じ懐かしいわね。たまにはスピランもいいね。スピランコースをガチでやると生声も出てくるが、あれもまた一興。よしナイスキノコ。なあ、あの P ブロックの位置って。あ、多分バブルの位置を表してるんじゃない？そういうことか。ヒントがあるのは助かるね。え、ちょっと沈んでるんだけど。デカカロンに飛び移る。あ、これで砲台がニョキッと出てくる感じか？いや、普通に奥の足場に届くね。あ、フラワーに進化した。これで盤石だね。さあサクッとこのコースをクリアしちゃおう。ここでワンナップでもできれば90機に乗るわね。ノーミスでいければの話だけどな。うん、まあ問題ないでしょ。この感じボス戦もありそうだが、ブンブンとかだったら楽勝だね。お、なんだ上のボム兵やらクラウンやら。で終わった。え、何するの？ああ、しまったやらかした。もしかして上のボム兵に着火させるとか？あ、バブルが乗ってるから。おー、なるほどそういうことか。これで爆発して何かが起きるはず。さあどうなる？で終わった。砲台が吹っ飛んだわ。なるほど、Pスイッチが押されたのか。さあここで中間地点だね。フラワーもあってありがたいな。この下にボスがいるとか？どうかしら、普通にコースが続くみたいだが。もしかしたらワンチャンいない可能性も？それだったら楽だけどね。さあさっきやられちゃったからもうワンナップしたい。決まった、ジャンプのタイミングを間違えた。たく、B ブロックの場所に出てくるっつーの。なんなら普通に見えてたし。ごめんってば。お、こうやって定期的にフラワーを配置してくれるのはありがたい。さあまた砲台列車だが、さっきより短くなってるから怖いわね。4列あれば十分さ。そんなところでヒップ耐久。たまにはテクニックも見せていかなきゃね。おっと危ない。2個目の中間地点ね。おお、あんな好きの子はありがたすぎるな。うん、これでゴールしちゃいたいね。終わった、やっぱりボス戦か。ま、特に問題じゃなかったよ。さあこれでゴールかしら。ああ、ボス戦が終わったからな。さっきのモートンは中ボスだったりして。可能性はなきにしもあらず。さあ一応表エリアだけど。お、また砲台か。でもじゃない。これで90到達じゃね。やったね、今回は割と調子が良くて助かった。